だな。加えて天綱の司令が住む天和殿は完全な神殿作りだから、タイムスリップしたみたいになんだよな。建築物を見ると確かにごったに感はある。中国なんてビルだし、真勝平は城と城下町みたいな雰囲気だしな。セミコ、セミかじゃねえよ。タカオ、お前ら新人歓迎の役割ちゃんとやれ。ああ、もうそんな時間だったか。ってことはまたヒラが渋ったのか。いや、渋ったというより、と、そっちは見ねえ顔だな。連絡の来ていた新入りの一人か。俺は高尾、高尾山にいた天狗だ。そうだ、天狗が住む山として伝説が残ってるよな。そりゃな、元になるもんがなきゃ修験場になってならんだろう。だな。で、ヒラはいるのか。いる。さっき蹴飛ばしてきた。相変わらずバイオレンスだな。引っ張り出してくるから母屋にいてくれ。了解。高尾も苦労してんな。沖縄たちが決めたことだ、仕方がない。ありゃここの主、天綱の司令だ。ヒラ、おい、起きろ。起きてる。どう見ても寝てるだろう。起きてるし。じゃあ体を起こせ。やだ。そんなことしてると、ヒーラー
るさい。大声で呼ばなくても聞こえる。客が来てんだろ、ちゃんとしれらしく出迎えろ。面倒だからいつも通り高尾が相手して。相変わらずだな、ヒラ。ただうちの新人が引いてるから挨拶だけはしてくれねえかね。新人？ああ、よろしく。この後お前が天綱の説明するんだからな、面倒くさがらずにやれよ。高尾がやって。お前な、いい加減シレの自覚を持てって言ってるだろう。高尾の方が説明うまい。褒めても無駄だからな。天綱は天狗が中心の区画。それだけかよ。ちゃんと説明しただろう。他に説明することあるだろう。はは、高尾、他はお前が説明してくれ。って、まあ、こうなるよな。じゃ、私は寝る。